テイルズオブアライズ、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、ビエゾのネジロ攻略中的なところからです。アークスダメか、これはやばいか、打ち上がれ、よいしょ、やばい、危ない危ない、いけるか、当たれ、よしよし、オッケー、終わり、腕が上がったから、よし、そうでないと困るわ。あ、答えてみた。こういうさ、なんか皮肉じゃないけどさ、そういうのに対してさ軽く返せる主人公っていいよね。俺はって言っちゃいそうだもん。見とけよみたいな。言っちゃうもんな、多分な、向いてないよね自分。ん、おお、ガルド上限超えることってあんのかな。ない、やっぱじゃない、アップルグミ使っとく、15個までか。で、これで1個持っといて、よし、お、ウサシッポ、ウサシッポって多分目立ちにくいよね。意外といるもんだな。本当にいるな。こいつはまた別の鍵がいるみたいだ。え、別の鍵？別？容赦しないわよ。オッケー。よろしく。オッケー。落とした。これ確かね、なんか実、なんか10何体か落とすみたいな、なんか称号じゃないけどさ、あったからさ。わかった。そろそろそれが解放されてもいいんじゃないかなと思うんだけど、まだダメか。結構落とさないとダメなんだな、ハムシ、虫だけじゃないのかもしれないけど。後々ね、鳥とか、あんなも出てくるんだろうけど。よし。容赦しないわよ。よいしょ。はい。よいしょ。怖っ、いけるか、よーし、あ、本当にちゃんと終わった。階段登れるな、登れるけどこういうの倒しておきたいね。よし、当たったけど、ほら、やった、撃ってくれ、よし、オッケー、ファーストエイド使ってくれるのもいいけど、どんどん CP が減っていくな。 CP を回復するアイテムってないのかな。どうしよう、っていうか結構アップルグミはな、潤沢めにあるんだけどな。よし。で、こっちは？なんかありそうなもんだけど。ないか。オッケー、先へ進もう。あの昇降機の鍵ではないってことだよね。やっぱ違うんだよね。ん？ここじゃない、ここじゃない。上に行くのは？こっちだ。ん？違う。あそこだ。よし。っていうか、二刀とかにはしないんだね。てっきりなんか、もう二本持ってっから、二刀にすんのかなぐらい、ういーの気持ちではいたんだけど、何あれ。戦いの最中に、時々シオンが放り投げてるのは何なんだ。何って、爆弾よ。爆弾って、岩を吹っ飛ばしたりするときに使う、あれか？けど、火じゃないものも飛び出したりしてなかったか。もちろんただの爆弾じゃないわ。精霊力が充填された特別性よ。じゃあ、自分で投げた爆弾を銃で撃ったりもするのは。あれは工夫。別の精霊力を込めた弾で効果を変えてるの。そんなもできんの？いつ爆発するか、どんな効果なのか、
相手は予測しにくくなるから。強力な爆弾を使う上に強力な治癒術も使う。考えてみると正反対の組み合わせだな。安心しなさい。万が一爆発に巻き込まれても生きている限りは精霊術で治してあげるから。せいぜい死なないように気をつけるよ。あのズーグルならやめておきなさい。え、うるせえ。13だろ。いける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 って。問題なさそうな相手だな。ほら問題ないって言ってるよ。炎よ巻き込め。やば、弱点。炎よ巻き込め。玉切れよ見てなさい。炎よいけるか。あ、全然いけそうじゃん。よし今のうち仕留める。よし巻き込め。投げ払う。魔王エミカ。よしよし。炎よ巻き込め。近い近い近い。よいしょ。危ない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 。どこ行った。あー同じ方向に2人ともいるのはちょっとまずい気がする。よし、ここで決めてやる。オッケー、これで2人で行こう。火の精霊やれるわ。オッケー、よし。いけるか。マジで。あれどうなってんの。クラッシュギアみたいになってんぞ。でもそんなに強くなくない。いやー死ぬ。さすがに飛ばんからなこいつは。ちょっとアイテム使おう。アップルグミ。よし、オッケー、これでとどめよう。オッケー。精霊化。所持していると最大 CP が10上昇する不思議な花。あ、マジで。あ、そういうことなんだ。倒していった方が自分にはやっぱ有利になるところが。いいねいいね。全然いける感じだったね。よしよし。何をもってしてさ、叶わねえって言ってんだろうな。あ、レベルがそうか、上なのか、向こうの方が。一応そういうとこは見て言ってんのかな。全然それぐらいのレベル差だったら、あの、ひっくり返せるぐらいの戦力はあるよね。オッケー。片付いたのね。よし、さあ消す。ん？なんかここだ絶対。正解は絶対そこなんだけど、ってなるとこういうとこ行きたくなるのよ。ほら、絶対あるもんこんなん。ガーネット。火属性と水属性の耐久を高める。ああ。これは確実に。で、この辺も使っとくか。まあ、いっか。装備。ガーネット。絶対だって、火使ってくるもんな。それが分かってるからな。だ。よし、行くぞ。問題なさそうな相手。あの顔使う。よいしょ。はい、痛い。オッケー、はい、
よし。ボス戦前でこういうのあんまり使いたくないんだけどな、正直。引き締めていこう。文字の鍵を使って起動しますか。最上階行こう。これでも結構やばいよね。回復したいんだけど。ここは他と作りが違うな。あ、この先にビエゾがいるはずよ。これは癒しの光、調べると全員の HP、CP が全回復。やったぜ。これでも一回使ったら消えるのか。しゃあないか。いよいよスルドビエゾと対決か。そのビエゾだけど、あなたはあの男についてどこまで知っているの？どこまでって、カラグリアを支配するスルドじゃないのか。いいこと。相手はビエゾ・エルウォルゼ・テルディリス。腐っても全てのレナの頂点に立つ5人の1人なのよ。たとえマスターコアがなくても恐るべき相手に変わりはないわ。私はあの男が気晴らしに何匹ものズーグルをほふるのを見たことがある。その巨体から繰り出す一撃は素手であっても危険。まして武器を持った時は致命的よ。攻撃は必ず避けろってことか。ええ、決してまともに打ち合おうとしてはダメ。避けて隙を狙う、それを忘れないで。ヒットアンドウェイか。苦手だわ。俺たちの協力が試されることになりそうだな。ヘマをしないことを祈っているわ。よし行こうじゃないの。扉の先進めば、うん、決戦だな。行こう。スルド・ビエゾか。他のネズミどもの騒ぎに乗じて2匹ここまで入り込んできよったが、ひまいましい。だが我がマスターコアを届けに来た心根は褒めてやる。本気でお前に返すとでも？まさかよ。だがそんなことはどうでもいいのだ。どちらにせよ貴様らはここで死ぬのだからな。マサジエを後悔せい。死ねえ。武器持ったらヤバいっつって即持ってるけど。スルドの真似事か。笑わせるわ。そんなもの興味はない。いけるか。お前を倒してダナを解放せ。おそらく顔もないドレイフ勢が。いやーきついか。いやでもそんな食らってないな。なんか装備するか。春雷、雷をまとった月で瞬時に上空か。とりあえず持っとくか。あ、危ない。魔王演劇、あーダメか。魔王演劇派全然その魔王演劇派の隙が作れないんだけど。いやきつ。いやきついなこれ。いけるか。危な。よいしょ。ちょっと離れよう。炎よ、巻き込め。やばい。なんて威力だ。でも宇宙では隙だらけよ。奴が飛んだら撃ち落とすわ。お、ナイス。いける？大丈夫？飛んだ。させない。ナイス。そういうので行かないとダメなのかな。特殊なブーストアタック。ああ、ちゃんと見とかないとダメなんで、敵のこと。覚悟なさい。はい。はい。
よいしょ。普通に切った方が、あれなのかな、手数的には。稼げてんのかな。いった。どうにか。あ、これ落としてくれんじゃない？飛ぶ、飛ぶだろう。そろそろ。飛ばない？俺もなんか遠距離のやつが欲しいんだけどな。ほら、ダメ？よし、いけるか。これでちょっとはひるんでくれるとありがたいんだけどな。半分いった？今半分だな。雑魚が、イケメンだ。鉄仮面。リエゾが逃げる。追うのよ。でもご飯食べやすくなったね、これで。無策に逃げてる感じはしないんだけどな。なんか仕組んでる。これ利用されたらめっちゃやばいよね。セルドが奴隷から逃げるのか。いい気になるな。ここなら存分に暴れられる。次は仮面で済むと思うな。黙りなさい。銃弾勤務すごいな。斧だぞ。イフリートみたいなの出てきたぞ、おい。え、お前も、お前もやばいのかよ、それ。なんだあれは。なんで、なんで知らないの。精霊力の権限だわ。それも、あんな形で。精霊力、修霊機のか。では、俺が集めた、俺が手にするはずの、よくも許さんぞ貴様ら。え、ちょっと待って、レベルめっちゃ高いんだけど、後ろの人。ダメだろ。アップル組マスターコアもない。お前はもう終わりよ。油断するな。強っ。いって、待って待って待って、炎の化身がやばいって。巻き込まれないよう注意なさい。炎よ巻き込め。炎よ。やば、ちょっと待ってくれ。炎の化身が一番やばいんだって。化け物の攻撃を避けて。どうやって。炎よ巻き込め。どう避け。いえー、マジでなんで俺狙ってくんだよ。ビエゾの方が近いじゃねえか。きれい。ダメか。撃てる。あ、くそ。でもあと6000ぐらいか。ていうか HP 見やすいのありがたいな、敵の。よいしょ。あの化け物仕掛けてくるぞ。どうすりゃいいんだよ、じゃああれ。ビエゾもうちょっとなんだけど。やば。炎の化け物。邪魔ね。邪魔だけどさ。いける？え、どうすんのこれ。え、吸うの？これもしかして剣で。これ後々召喚できるようになったりとかしないか。しないよな。もうちょっとで終わりなんだけど。危ない。死ねおら。よし、もうちょっとだと思うんだけど。いける？あともうちょい。
何をするんだ。危険に止めないと。何を、どうやってもうちょっとで倒せそうなんだけど。お前を倒す。よし、とどめ。終わりだ。え、でも後ろのあのデカボスどうすんの。後ろのやつは後ろのやつで別に大丈夫なのかな。ビーズ関係ないでしょあいつ。なぜ同じレナの貴様がそうまでして同胞に牙を向く。力ある者が上に立つのがレナの流儀だが、ダナと組む貴様のそれは裏切りだ。なぜだ、なぜ同胞に仇をなす裏切り者は。この精霊力の化け物、どうしたら。しかしたら吸い取れる。めちゃくちゃ映像綺麗だな。顔も綺麗だし。壁は壊せるんだ。鉄仮面、あなた顔が違う。思い出したんだ、名前アルフェ。いや、いいな、めっちゃいい入りするな。でもこれだったらさ、エクシリアみたいにさ、最初オープニングの時に出さなきゃいいのにな。見てるからな、一回。青ちゃんみたいな子はいつ出てくるんだろう。すごいあの子が気になってんだけど。この子ね。表情の変化とか見てるとだいぶあれなんだろうな。やっぱなんだろう、差別感とかなくなって
仲間仲間していくんだろうなっていうのが見えていいよね。でも こういうシーンとか実際あるかどうかわかんないからな。ベルセリアなかったからないシーン結構あったよね。オープニングはオープニングとしてね。っていうかここにあのおじさんがいないってことはさ、あの人パーティーメンバーじゃないんだな。だから仲間になったってならなかったんだね。あのおじさんめっちゃ好きなのにな。炎が見える。俺はアルフェン殿。なぜ怒りに任せて敵を倒した。だがこの怒りはどこから。それに裏側にぴったりと張り付くようなためらい。俺を呼ぶ悲しげな声。俺は誰なんだ。名前言ってそのままぶっ倒れたみたいな感じか。ここはようやく起きたか。1週間、そんなに眠っていたのか。俺は、まあそうだ。俺たちが駆けつけた時、お前は半分消し済みになりかけていたんだ。無茶したもんな。シオンに感謝するんだな。シオンが直してくれたのか。スルドはまだ4人いる。ここで死なれては困るというだけよ。戦いはどうなったんだ。この1週間でレナの抵抗も降伏するか多量に逃げるかしてだいぶ下火になった。カラグリアは解放された。お前がスルド・ビエゾを倒したおかげだ。改めて礼を言う。よくやってくれた。俺はただ必死で。鉄仮面改めアルフェンか。半分だが顔も取り戻したわけだ。で何者だったんだお前は。俺は分からない。思い出したんじゃないのか。そうか、無理に焦ることはない。名前が思い出せたんだ。残りもいずれ戻るだろう。ほんと人格者な。やることはいくらでもある。解放したと言っても俺たちには何もない。何もかも一から始めなきゃならん。だがまずは自分がどれだけのことを成し遂げたのか知るといい。炎の門に行ってその先に広がる世界を見てこい。大勢のダナ人が夢見ながら叶わなかった光景だ。炎の門。ついていくわ。また怪我でもされたら迷惑だから。勝手にしろ。ほんと仲いいな二人。アルフェン解放の騎士。おお、 AG の回復速度が速くなる。はい。ということで、じゃあ、ここで一旦区切りましょうか。次回、またこの続きから、やっていく。フラムエッジのためが速くなる。いいね。これにしよう。この次からやっていきましょう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。